いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回はコピーライターの感覚刺激ということでお話します。コピーライターといっても、まあ文章を書く人はみんなコピーライターだと私は思うんですよね。まあ直球勝負です。全ては書くことはね、まあボディービルダーっていうのはまあいるんですけども、まあコピーライターとボディービルダーってまあ似てるところあってね、まあ、同じで、まあ、ボディービルダーっていうのはまあステロイドって言ってね、その劇薬ですよね。それでなんかこう運動能力とかその消化とかね、食べる体のこうなんていうかな、筋肉がつくようにまあしてるんですけども、まあ、それと同じようにそのコピーライターも小手先をねいっぱいこうな劇薬なものをね実行すると、まあ、持続性を失うんですよね。あのなかなかその小手先ばかりとみんな分かってしまうので、その自分のねその感覚というか感情というか、そこからにじみ出るような文章でないと人がね、まあ、なんていうか読んでくれないし、まあ、信じてもくれないし、まあ、行動しないということなんです。でコピーライターっていうか、まあ、文章を書く人っていうのはその文章って何かしらねあの感情が動いたり行動してもらうために書くものであって、ただ単にね詩とかね小説っていうのもあるんですけども、それもみんなを感動させたいっていうことなので、それをね磨くことが必要なんですよね。でもあなたがね呼吸するように、まあ、多くの人を行動してしまう文章をね書けるようになると、まあ、多くのことができるという可能性が広がるんですよね。で、まあ、あなたが書く、まあ、描く文章のね、まあ、文法が乱れていても論理が崩れていてもね、誤字脱字が多くても一人でもね読んでくれて、一人でも信じてくれて、一人でも行動してくれると、そのコピーライターの感覚が刺激されるんですよね。刺激されるとまた今度ねそのコピーライターというか文章を書くことが、まあ、なんだどん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 ね好きになったりとか、どん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 やっていくようなこう環境が整うということですね。まあ、そのためにはね精神の肉体を手にして五感を超えた鋭い感覚を磨かねばなりませんということで、いきなり戦士って言ってもね、まあ戦士というかね、まあ戦いなんですよね。こういろんな競争だったりとか、文章書くっていうのはそういったなんかこう一人でも多くの人に何て言うかな、読んでもらって信じてもらって行動してもらうことが大事なんで、まあ、そういった意味ではそういったね、五感を超えたね鋭い感覚を磨かねばならないということです。まあ、その戦士の肉体を手にするには、まあ、呼吸法とか波動水とか、まあ、水ですよね、食事法、まあ、食べ合わせとかね、そして究極のデトックス法を調べてね実践する必要があるんですよね。まあ、その中でもね一番重要なのは呼吸ということなので、まずは呼吸法から意識していろんな調べてねやってみるといいかもしれませんね。ということで今回はコピーライターの感覚刺激ということでお話ししました。ありがとうございました。